典型的な構造の辻堂。手間コンピラを祀った、上野島雪降る日の辻堂。ここでも上野島と並んで、建立されている山中に設けられた辻堂。六本柱福山藩の辻堂は、江戸時代に、ビンゴ福山藩を中心に、旧街道沿いなどに広く整備された木造建築物。当初は、旅人の休憩場所として建てられたが、後に、地蔵や石仏が持ち込まれて、 信仰の場としての意味も持つとともに、地域住民の日常生活の催しの場としても活用されるようになった。公説では、江戸時代に初代福山藩主、水野勝成の命令によって整備されたとされている。昔ながらの街道筋や麓の里あたりの四つ筋に多く見られること、あるいは四本の柱があることより四つ道とも呼ばれる。また関茶山が福山資料にて、 呂子一定と読んだことにちなんで、その名称が使われることがある。壁がないことより、吹き放し堂という名称も使用される。本来の建築目的より休み堂という呼称も聞かれる。祀られている、石像名を冠した霊霊地蔵堂や霊霊、観音堂などと呼ばれていることも少なくないが、多くの辻堂には固有の名前がなく、地元では単に、お堂ないし、 お父さんなどと呼ばれることも多い。福山市、府中市、小野道市、茨城市などのビンゴ南部及び、備中南部隣接地域を中心に多く見られる。三原市勢には、ほとんど見られない。2017年現在最も多く存在するのは、福山市で250の260カ所ほどが残っているが、次第に数は減ってきている。例えば、福山市熊野町地区には、 江戸中期の1700年に17箇所の辻堂があったが、明治時代には15箇所に減り、2015年現在では7箇所を残すのみとなっている。1996年の中国、四国地方9県の534教育委員会を対象とした調査では、広島県の半数を超える市町村で辻堂の存在が確認されており、岡山県と島根県でも、 半数近い市町村に存在するとされる。一方、山口県や愛媛県では少なく1、3程度の自治体にしか見当たらない。徳島県、高知県では2割にも満たない自治体でしか見られず、中でも香川県は少なく8.6%の自治体にしか存在しない。江戸時代の地域区分で検討すると、ビンゴ地区に相当する地区では9割の自治体に、 備中地区に相当する地区では8割の自治体に辻堂が存在し、これらは江戸初期の水野藩の領地だった地区と一致する。江戸時代の村落をつなぐ街道沿いや峠、人通りの多いところに存在し、20から30個ごとに規定度の割合で建てられた。管理、運営も集落単位で行われた。神社とは異なり、人里離れた場所には建築されないのも特徴とされる。 初代福山藩主、水野勝成が若い頃に諸国を旅した経験から、旅人が休めるような休憩所の整備を、福山藩の領民に奨励したのが、始まりとされるが、期限や時期について、詳しいことはわかっていない。その他に、個人や集落により、供養、慰霊、祈願の目的で建てられた辻堂も知られている。水野勝成が諸国を放浪した時期は、大きく三つに分けられる。 一回目の放浪は、1584年に、父、忠重の部下を切り殺して感動されたことにより始まり、美濃、尾張、京都を放浪している。京都では、南禅寺の山門に寝泊まりし、町ではブライノトと交わり、清水では、多くの人を切り殺している。1585年には、織田信夫の導きで、奇襲最下攻めと四国政罰に参加し、 その後、豊臣秀吉から、摂津国豊島軍700国を任される。しかし、間もなく、中国地方に逃亡し、六座右衛門と名乗ったとされる。1587年、肥後領主の笹成政に仕えて、九州に渡り、成政の死後は、小西行長に仕えた。その次は、武前領主の黒田義高に主官したが、1590年、義高の着難。 黒田長政が、豊臣秀吉に配越するため、回路大阪に向かっている途中に、現在の福山市ともで船を勝手に降りて出本する。その後、感動が解除される1599年までの9年間、勝成は、貧乏、備中地方を放浪しているが、これらの期間の出来事とされる伝承には、真偽不明のものが多い。なお、この放浪中に、庶民の娘との間に、長男、 水野勝利が生まれ、父、勝成の放浪旅に同行している。水野勝成が、ビンゴ風入となるのは1619年であり、1651年に死去するまで福山で過ごした。福山藩は勝利が継承したが、父親の放浪旅を共に過ごしていたために、庶民の気持ちをよく理解して、吉政を敷いたとされる。古文書に、 辻堂という言葉が登場するのは、九州道の木であるが、この九州道の木には板敷きであるということ以外に、構造的特徴には、言及がなくしょい、辻堂を指したものか不明である。元禄13年の御検地水町は、福山藩が水の家支配を終えて一時的に天領になった時に、実施された検地の記録で、辻堂の場所と規模がすべて記載されている。 水野氏に代わって、新藩主として入部した安倍氏が、各村落に提出させた差出帳には、四つ道という言葉が使われ、辻道の数が記載されている。1746年頃に、萩藩の絵図形の有馬まき層が中心になって、作成したとされる、中国皇帝記は、萩藩の参勤交代の道中の出来事を描いた道中絵図だが、 西国街道を中心に街道沿いの辻堂が描かれている。1740年頃から30年間にわたって、福山藩士の宮原忠氏が執筆した、備え広く軍師にも辻堂の数が書かれている。福山氏の省屋、馬屋原茂隊が表したビンゴ全域の地市、整備メイクにも研究がある。江戸後期の監視人の貫茶山が残した地市、福山資料には、 意コ異,異定として紹介され、辻堂は他国では稀だが、ビンゴ国だけに多く見られ、福山藩の領内に600棟ほど存在すると記載され、具体的な場所にも言及があるが、その数は1700年の五検地水町よりも増えている。ビンゴ軍村氏は1711年と、その100年後の1815から1816年の差出し帳をまとめた古文書で、 これにも辻堂の数などが記載されている。上記の通り、水野勝成が各地を放浪中に、旅人の休憩場所の必要性を感じて、福山藩主となった後に、憩い堂を整備させたという説が伝承されているが、文献でこの説が初めて登場するのは、1912年に出版された沼熊軍誌である。それ以前の整備メイクには、 水野勝成が諸国放浪中に憩い移動で休憩したという記載はあるものの、水野勝成がビンゴ地方に辻堂を作るように指示したという記載は認められない。沼熊軍史以降に発刊された市町村史には藩主になった水野勝成が建てさせたという記述が見られるようになるが、水野勝成が放浪時に使っていた偽名などの違いを考察するに、それらは 沼熊軍史を参考にして記載したと考えられる。ビンゴ地方に残る辻堂の建立時期を調べると、多くが水野が藩主になった時期以降の建立であり、水野勝成が福山に入ってから辻堂の数が著しく増えたのは間違いないものの、江戸時代の文献には水野勝成の支持という表現は見出せていない。昭和20年代までは地区の寄り合い、物資の配給、 牛のひずめ切りにも辻堂が利用されていた。近世では、旅人の休憩所としての用途は途絶えたが、集落のシンボル、地域活動や、信仰の場等としても引き続き利用されている。昭和20年頃までは、地区の共同購入品の荷卸ろし場や寄り合いの場所として、活用された。地域住民によって管理され、夏の夜になると灯籠を吊るし、 ろうそくに火を灯す風習が受け継がれている。子供の遊び場としても活用される。1983年3月、文化庁は、広島県内の辻堂を、秋、ビンゴの辻堂の収束という名称で、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択した。1984年、福山市が実態調査を行い、旧館鍋、沼熊町を含めて、 市内に約200棟が残っていることが判明している。2017年から日本遺産としての申請を念頭に置いた再調査が行われ、福山市文化財保護指導員14人が各地域を回って辻堂の構造上の特徴や関連する話について住民からの聴取を実施している。広島県三好市では2016年から観光100、1000に位置づけて、 辻堂巡りのイベントを開催している。2018年3月には、広島県府中市のクルトピアクリオが、地区の辻堂をめぐる健康ウォーキングイベントを開催し、府中市町づくり復興校舎の職員がガイドを務めて、市民を案内して回っている。多くは四隅に柱を配置して、瓦葺屋根を持つ、東ず屋形状で、壁はあっても一面だけで、 吹きさらしの簡素な構造を基本とし、床は2畳ほどの板張りであるが、ベンチシートや床板のない辻堂もある。天井はなく、通常、屋根下地が、剥き出しとなっている。屋根裏に、組内で使う細部を収納する辻堂もある。4本柱の他に、6本柱の辻堂や床のない、辻堂も知られている。また再建や補修によって、金属屋根が採用されたり、 簡素化された辻堂もある。ビンゴ地方に現存する辻堂の多くは瓦屋根であるが、かつては入りもやか寄せ棟作りの草ぶきが多かったとする文献、広島県市などもある。口実するように維持費用の面で土壇吹きやコンクリート構造に変更された辻堂も多い。水野藩が関与した休憩所としての本来の辻堂は四本柱の形状であるとされる。 辻堂は当初は純粋な休憩所であったが、後に神棚が設置されたり、地蔵や如来が祀られるようになり、信仰の場としての意味も併せ持つようになった。正面を区上方に祭壇が置かれ神棚や、地蔵や工房大師、大日、薬師如来、観音などが祀られる。広島県府中市栗原町の泥茂る地区では、辻堂は必ずコンピラ城や戸と並んで建てられており、 水を守る、コンピラ神と土地を守る知人を組み合わせることで、農業の神として信仰された可能性が指摘されている。辻堂は個人、または地域住民によって維持、メンテナンスされているが、過疎化や人の流れの変化等によって、次第に数が減ってきている。また、壁がない構造のために、耐震性が低く、鉄骨などで補強される辻堂も多い。辻堂は、 基本的に小さな基礎石の上に置かれた状態で固定もされていないので自動車に当て逃げされてくるりと45度回転して基礎石から転げ落ちるといった事例さえある更新の際に石仏の収納のみを目的として大幅にサイズを縮小される辻堂もあるこのような事例では外観で地蔵堂との区別ができないので由来が辻堂かどうかを判断するためには 記録を調査する必要がある。修復時に必要とされる資材は、共有林から切り出したり、集落の特殊化の寄付に頼っている。建て直し時の建築コスト削減のために、トタン屋根やコンクリート建材を導入される辻堂も、ある。特に、コンクリートブロックを導入された辻堂の場合は、外観が大きく変わり、もともと辻堂であったことがわからなくなるケースもある。 前述の関茶山は、鴨型の西山節祭は、懇意の中であり、この二人が親しんだ辻堂が、文献により特定されているが、1984年には、まだ通常の辻堂の法業作りの司法武器、しだったものが、2017年現在は無残な、コンクリートブロックの小さな祠となってしまっており、すぐ横に、ゴミステーションが設置されているありさまである。一方で、 福山市神鍋町、徳田の辻堂のようにコンクリート製の小さな建物にされたものが、かつてあったような木製構造の辻堂に復元される、事例も知られる。尾道市の横峯地蔵堂近世の郷土市では、下記のような言及があり、それぞれ故障が異なっているが、その記載内容を確認すると、構造的特徴に、さえはなく、故障の使い分け話されていない。 愛媛県西条市にあるお堂愛媛県西条市にある下津池のお堂四国地方にはビンゴ地方における辻堂と類似した建物が多く残される。また、実際に辻堂と呼ばれる建物も多いが、四国地方における辻堂は建物の周囲に回廊を持ち、建物正面には扉を備えるという特徴があり、ビンゴ地方における辻堂とは全く構造が異なるものである。 四国地方では、茶道と四つ足道という呼び名も使用されるが、これは四国地方特有とされ、ビンゴ地方ではほとんど使用されることはない。福山市駅課長向き、長屋の辻道。北緯34度32分05秒統計133度17分57秒。北緯34.534774度統計133.299264度。 34.534774133.299264岡山県内のものは、備中の辻堂の収族として分けて文化庁に選択されている。北緯34度33分57秒統計133度22分06秒。 北緯34.565972度統計133.3683868度34.565972133.3683868北緯34度26分35秒統計133度20分06秒北緯34.442955度統計133.334957度 34.442955133.334957北緯34度26分05秒統計133度20分04秒北緯34.434755度統計133.334376度34.434755133.334376 北緯34度24分59秒統計133度17分48秒北緯34.416379度統計133.296652度3 4 4 1 6 3 7 9十3 3 2 9 6 6 5 2北緯34度31分48秒統計133度19分01秒 北緯34.53070度統計133.316882度、34.53070133.316882度の脇に説明文が掲示されている北緯34度35分48秒、統計133度21分13秒、北緯34.596774度統計133.353594度、 34.59677433.353594? ありがとうございます。